ご視聴ありがとうございます。今回は展示動画になります。アミアミさん展示になりまして、メガハウスさん、メイドインアビス、烈日の黄金鏡、ナナチ、バージョン、ナーになります。よかったら見ていってください。はい。で、メイドインアビスのフィギュアっていうのを単体でご紹介するのも初になるかと思うんですが、ちょっとどれくらい人気ですとか、まあ、需要あるかなと思って今回取り上げてみることにしました。でメイドインアビスフィギュアといえばやっぱりナナチが一つ飛び抜けてフィギュア化多い印象ですかね、まあ、特に去年くらいに話題になりましたが等身大までフェネックスさんから出まして50万円くらいしましたっけ。であと4分の1も出ますよね。8万くらいでしたでしょうか。ご予約された方いらっしゃいますでしょうか。ぜひコメントお待ちしております。まあでもナナチ以外も結構出てますよね。かなり前にキャラアニさんから出たリコとレグ、ちょっと悩んだ時期あったんですが、今アニメ効果がやばい値段になってるみたいですね。なーじゃなくて、ひえーってなりました。で、まあ他にも、ちょうど最近、角川さんからファプタも出ましたし、で、今後、キューズ Q さんからボンドルドですとか、ファットカンパニーさんからプルシカなんかも出ますからね。で、個人的にはプライムワンスタジオさんのリコ・レグ・ナナチスタチューっていうのもすごい気になってます。まだ展示見たことないんですよね。あれは見つけたらぜひともたくさん撮っていきたいなと思ってます。はい。で、すいません。今回、メガハウスさんで、まあ、ちょっとネタ枠を感じるなバージョンが出ますが、これ、烈日の黄金鏡ってなってますよね。一期の最後のシーンじゃなかったでしたっけ。まあ、そんなに気にするほどでもないと思うんですが、で、メガハウスさんからメイドインアビスのフィギュアっていうのも初ですよね。で、これ販路限定みたいなんですよね。プレミアムバンダイ、アミアミ、アニメイト、角川ストア、この4店舗だけで販売するみたいです。まあそんなわけで割引なしですね。定価17,600円だそうです。で、メガハウスさん最近定価かなり高騰してますが、まあ、今回は17,600円ということで、そこまでではあるかと思いますが、まあ若干小ぶりめではありましたかね。まあ7値ですからね。うん。で今回ですね、まあ、ちょっと潤んだ表現っていうのもあってか、アイプリがクリア、光沢のある感じになってました。結構目立ちましたね。で、あと、よだれなんかもクリアパーツでできたりしてまして、うん、なんか結構リアルにできてる印象でした。まあでも、ナナチフィギュアっていうのも本当多いですからね、選択肢すごいいっぱいあると思いますが、メガハウスさんからも発売されるとのことですので、気になる方ですね、ぜひチェックしてみてください。あと今回、まあ、需要もありそうでしたら、うん、メイドインアビスもっともっと動画でも取り上げていきたいなと思ってます。ご興味ありましたら、ぜひまた見に来てください。お待ちしております。はい。では以上になります。今回はメガハウスさんで、メイドインアビス、ナナチの展示でした。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。